Kanade no takai jinbou to hitogara ga arawareta. Yukimura senpai, zutto konna data atsumete ta no? Watashi no tame ni. Tsumari, korera no data de wakaru tori, futsuu toyuu mono no gainen wa. Otanoshimi no saichuu ni ikinari haitte kite? Wake wakaran slide yara douga yara misetsukete tsuite ikenai nda kedo. Yonwa koitsu, konnan de hitori de kita no ka yo? Shikijou-kan, mou ii daro. Tottoto bokozou ze. So ka. So da yo ne. Kūki wa yomanai to. Kankei nai kuse ni, kimi wa nani shi ni kita no sa? Futsuu ni kangaete hijoushiki da yo. Yukimura-senpai! 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 Futsuu. 常識というものを相対的な概念であり、こいつらの言う普通が異常に見えるように、普通集合の中身は個々人で、まるで異なる。それはもう分かるな、奏で。黙れよ、ガリベンメガネの分際でよ。正義のヒーロー気取りか。やめ一人で何ができるんだよ。バーカ。 やめて、なんでそこまで。お前、何の真似だ。これが何か分かるか。中学の理科の授業で一度は見たことがあるはずだ。それってまさか。 医学部から借りてきた。いずれも人体を腐食する強酸だ。もし皮膚に付着したなら、せいぜい急いで流水で洗い流すことだ。待て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 、危ねって。それは何で持ってんだよ、そんなもん。何を言っている。総合大学の敷地一つの中にどれだけの劇物や危険物が存在すると思う。覚えておけ、理系に牙を剥くとは、 一体何なの、さ君は。頭おかしいよ。普通じゃないよ。なんで僕の邪魔をするんだよ。僕は普通の恋愛がしたかっただけなのに。四季城直哉、貴様という人間は沖縄の勉強会で発表していた研究そのものだ。外面をそれらしく取り繕うばかりで中身は腐りきっている。うるさい。普通じゃないのはそっちだろ。僕と奏さんは恋人同士なんだ。 いや、なんだよ、関係ないだろ。なんでここまでする。なぜだと。それは貴様が理系を怒らせたからだ。 あれ？ 安心しろ、それはただの水だ。 え？本物の劇物をこんな使い方できるはずないだろ。バカ。まあこれで警察が来るまでの時間程度は稼げたか。だよ、いけねえ。何やった。帰るぞ、奏。 なんで助けに来たんですか。私あんなひどいこと言ったのに。あの程度か。 普段の俺の方がはるかにひどい発言をしている。お前がどう生きようがお前の勝手だが、普通に執着しすぎて悩むほどなら、俺たちの前でくらい好きに生きろ。何せ俺たちは池田研究室だ。多少お前が普通でなくなったところで、まるで目立たんだろうが。少し待て、今ほどいてやる。 結び目理論はトポロジーで軽く学んだ。いいんですか？私普通じゃなくても。
少なくとも俺は気にせん。雪村先輩を投げちゃうかもしれないけど、いいんですか？もう何度かやられているだろうな。不用意に他人を投げないよう訓練しろ。実験台くらいにはなってやる。私、本当は心の中で雪村先輩にすっごい口悪いツッコミ入れてたけど、いいんですか？次からは俺に直接言え。その場で論破してやる。救世が違いすぎる。当然だ。助けに来てスライド発表を始めて激物投げ散らすやつ初めて見たわ。一応問題は解決しただろうか。私のためにデータ集めて親父みたいな体でボコボコにされて、なんで私にそんな優しくするんだよ。ヒムロ先輩にやれや。ヒムロがいるとお前に何もしてはいけないのか。あとイクスミ理論を伝えといて全然解けてねえじゃん。不器用か。やかましい。実践は違うんだ。言いたいぞ、カナデ。ごめんなさい。何をする？ところで一つ伝えたいことがあるの、雪村君。むつみ祭での実験結果か。それならあなたのこと好きみたい。ん？今さら何を。かなでちゃんが。何？ごめんなさい。本当は思ってるつもりだったんですけど。謝らなくていいのよ、かなでちゃん。話したでしょ、好きになっちゃったなら仕方ないって。日室先輩。それに雪村君にも言われたんでしょ、私たちの前では好き勝手に生きていいって。しかしだな。またなんか面白そうなことが始まったみたいね。どうしちまったんだよ俺。俺は愛花を愛してるなのに、どうしてトゥルーエンドを選択できねえ。俺の無意識が愛花と結ばれるのを拒んでるっていうのかよ。なにそれ、すけ、愛花よりも好きな推しでもできたの。うわうわ、セーバルだ。てめえには関係ねえだろ。どうしたの。好きではあるだろうけど、定量や種類は無確定。要は私と同じ状態。私たちが課題とする好感度の研究にちょうどいいデータが取れると思わない？というわけで、私とかなでちゃん、どちらが雪村くんをより好きなのか、雪村くんは私とかなでちゃん、どちらがより好きなのか。さあ、証明を始めましょうか。本当に何言ってんだこのバカップル。大丈夫かな。挑みましょう。